おはようございます。うつみです。本日は、目標に対する予測は悲観的冷徹に行うということをお話したいと思います。私が事業再生コンサルタントをやっていた時、その急遽、厳しい状況に陥った会社の共通点がありました。それは将来の予測を、楽観的、期待で予測していたことです。一方、これまで2000社以上の事業再生を行ってきた長谷川先生は、売上が半分になっても会社が存続するようにすること、これが経営者の務めだというお話をされていました。私も事業再生のコンサルタント当時、売上悲観的、そして冷徹、もうまさかが起こってもここまではいくだろうという固い数字ですね、この予測をさせるようにしていました。皆さんの会社ではいかがでしょうか。